はい、小林優さんとのトークしていきましょうかね。はい、行きましょう、みんなで。小林優さんは、うん、ですね、さっちゃん役、サルトビ、あやめ役。そうなんです、はい、うん。割と初期から登場しております。ありがとうございます。はい、最初はですね、どうしてさっちゃん出てきたかって覚えてます？始末屋ですよね。そうですよ。今でもまあ始末屋は始末屋なんですけど。始末屋なんですけども、うんうん。なんかどこからかちょっといろいろブレ始めてきてですね。完全にブレてるね。まあブレないキャラって銀魂にいないじゃん。あ、そうですよ。最初はシリアスじゃん、みんな大体。はい、そうですよ。大体ブレておかしなことになってるんで。でも最初からなんかもっと下げ詰めばいいじゃないって言って転がってた記憶があるんで。あ、ね、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。いやいやいや。嬉しいです。まあまあまあ、いわゆるね、うん、もう、ジャンフェスの時もね、メス豚発言で、うん、あの、子供たちがドン引くっていう。お母さん、子供の耳塞げ、早く。メス豚よ。女の子の耳早く塞げって言って。大丈夫、ここならね、ここなら大丈夫だからね。で、釘宮さんもいたから男の子の耳塞げって言って。何してんの？もう、子供なのに、もう、今からいろんなものに目覚めちゃうから、もう大変だ。目覚めないよ。大丈夫だよ。イエスイエスイエス。